ラブカツ TV 川口学です。今回はですね、私富士の S 帯のですね、24時間こちらに来てますけれども、このですねトヨタブースにですね、こちらのめちゃめちゃかっこいい未来が展示されてますので、これをですね簡単にチェックしていきたいと思います。でこのですね、はい、未来今展示されている車見ますと、もう顔つきが全く違うものになっているのが分かります。要はですね、あちらにクラウンのセダンあるんですけれども、クラウンセダン展示したことによってですね、あちらの方が割とフォーマルな1台として見るならば、同じ中身を持つですねこちらの未来はよりパーソナルな方向に振ろうという、そんなコンセプトを今回、まあ、皆さんの前で世に通ったということになるわけですね。なのでバンパー周りが非常にスポーティーなデザインになっているのが特徴ということですけれども、こうして見ると分かりますように、この辺りまではだいたい同じなんですけれども、この下の部分の造形がですね違うものになっているわけですよね。このフロントのセンサーが入っているこの下の部分ですね、これ3段ですね、インテークがあって、さらにその下にこのようにハニカムのインテークが、はい、用意されているのが分かります。そしてその周りをグロスブラックのパーツで囲んでいる、はい、グッと引き締めたですねパーツが入っているわけですね。これによってご覧になっていただいて分かりますように、めちゃめちゃかっこいい顔つきが実現されているということになるわけですね。で僕はですね、これてっきりこのライトユニットなんかも新たに起こしたものかと思いきやですね、ライトユニット自体はこれまでの、はい、未来と同じものになっているということでですね、はい、これをうまく活かしながらバンパーの形状を変えることによって違う車を作り上げたという、このあたりはですねデザインの妙というか、さすがの手法だなというところですよね。でさらにこの車の場合は、まあ、これは遊び心だと思いますけれども、カーボンのですねボンネットを使って、はい、ここにですねミライスポーツという、はい、ロゴをですね入れているということで、まあ、こういった演出もですねよりスポーティーな雰囲気を感じさせるものになっていると。ですのでこうして見るとパッと見でかっこいい一台に仕上がっているなというところですよね。でサイドにですね回り込んできますと、このような感じで車高がですね通常の未来よりもダウンされているというのがもう一目瞭然でわかるということですよね。で足元見てみますと、このような感じで、はい、マットブラックのですねホイールが装着されているわけで、このスポークがこう絡み合う感じで造形されたホイール、結構かっこいいですこれ。でそこにですねミシュランのですね、はい、パイロットスポーツ S5 がですね装着されているということで、245の 40R21 というサイズが備わっております。そしてその奥にですね、はい、このようにレッドのですねキャリパーが、はい、姿を見せているということになりなるわけですね。さらにホイールハウスとタイヤの隙間見ますと、このような感じでかなり狭いものになっていると。で全体で引いてみると、ローダウンされた効果がですねかなりあるものになっているというのが特徴です。でこれですね、今回中は見れないということなんですけれども、もう今こうして見ている時点で、はい、スポーツシートがついているのが分かります。なおかつこのスポーツシートもセンター部分はスウェード調になっているのがもう丸分かりですので、まあ、このあたりもですねちょっとスポーツという名前に合わせて演出を変えたのかなというところですね。それとウィンドウ周り見ますと、はい、このブラックのですね、はい、メッキで覆われているということからも分かりますように、スポーティーな、はい、仕立てになっているというところで、非常にこの辺りもですねスポーティーな仕立てをしつらえをしているのがよく分かるというところですね、はい、でさらに後ろに回り込んできますと、このような感じで、はい、でこのミライスポーツリアからのですね眺めをちょっとチェックしていきたいと思いますけれども、もう見るとすぐですね分かるのはこのトランクリッドですね。トランクリッドがカーボンの、はい、リッドになっているのが分かります。まあフロントのボンネットもですねこのカーボンのものになってましたので、このあたりはですね整合性を取るような形で変更したのかなというところですよね。それともう一つ大きな違いとして分かるのが、このバンパーの形状が違うことですね。通常の未来の場合はここがですねスッと落ちていて、この線がずっと続いていたんですけれども、それがなくなっていて、
ここでですね一回段を区切って、なおかつちょっとこう張り出しているような感じの、そんな造形になっているのが特徴です。でこうして見るとですね、かなりスポーティーな造形をしているのが、はい、ポイントで、まあ、あたかもですねマフラーがこう出るような感じの、そんなですね位置付けを持つことによってですね、ワイドな感じを出してますし、この辺りグロスブラックで塗ることによって非常にスポーティーな印象を与えるものになっているということですね。そしてここに、はい、これバックホークかなんかだと思いますけれども、ちょっとスポーツモデルっぽいですね、そんなアクセントを入れているのが特徴ということになります。まあでもこうして見るとですね、未来もですねこのスポーティーな方向に触れたのはですね、あちらに今回クラウンセダンをですね置くことができたから、それよりもですねもっとパーソナルなモデルとしてですね位置づけを考えて、このような方向性もあるのではないかということを世に問うているということなんですね。で今回ですねこの会場ではですね、この未来スポーツありかなしか、欲しいか欲しくないかということをですね、実際にシールを使って投票している、こんな感じのことをですねやってるわけですけれども、要はここで声が大きければ、まあ、当然商品化を考えようという、そんなことまで考えたプロトタイプということになっているわけですね。ですので、まあ、今回ですねこの動画をご覧になっていただいて、この未来スポーツありだ、欲しいなというふうに思う方はですね、ぜひコメント欄に熱いですねコメントを書いていただければと思います。そうすればですね担当された方もめちゃめちゃ喜ぶのではないかというふうに思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の話を見つけるかもしれません。そしてラブキャスト TV ではどういうご視聴がございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブキャスト TV 川口真央でした。